この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。思い出とともに未来をつなぐ幸せのジュエリー、金プラチナブランド品、京都一番の高価買取を目指す。当店にまずお電話ください。こんばんは、大林浩司、歌旅今日の夜。今日はですね、歌仲間シリーズと申しますか、仲良し3人組の特番でございます。それでは早速ご紹介しましょう。草笛史郎さん、ラコさん、そして小谷浩二郎さんです。こんばんは。こんばんは。仲良し3人組ということで、日頃からね、よく食事したりしてるんでしょ。あ、しております。でも最近ちょっと遠ざかっておりますね。はい。あ、そっか、こういう状況だから、はい、そうだから、じゃあ久しぶりに会ったのかな。そうなんです。そうなんです。今日はそれぞれが、はい、パフォーマンスしていただくわけですけれども、はい、早速お伺いします。草笛さんは今日は何を歌ってくださいますか。私の歌はすべて宝なんですが、うん、今日は特に心に、ね、秘めている船村先生にいただきましたね、女無情という曲を、まあ、四行詩の世界で私なりに表現したい、みたいと思っておりますので、どうぞお聴きください。もちろん前の方もちょっと入れさせていただきます。船村作品ですからね、すごいですね。続いてラコさんは。はい、私はこの「琴奥吉野」という、はい、編曲をですね、うん、川地哲也さんにしていただいたんですね。やり直したんですね。はい、スケールが広くて、はい、とてもいい曲に仕上がりました。はい、昨今世界的にも日本もそうですが、もう天変地異と申しますか、異常気象でね、はい、もう本当に災害が多い、はい、そういうなんか、曲だそうですね。そうです。吉野の方に10年ほど私通ってまして、いろんなことが分かりましてね、で昔に水害でたくさん亡くなられた方がありましてね、それでまだご遺体が、見つからないご遺体がたくさんありましてね、それで供養の意味でこの詩を書かせていただきました。そうですか、はい、じっくりと聞かせていただきます。はい、小谷浩二郎さんです。はい、小谷浩二郎です。よろしくお願いします。今日はあれですね、オリジナル曲。そうなんですね、デビュー曲なんですけどね、はい、なかなかこの時期なんで何もありませんので、ちょっと残念やなと思ってます。そうですよね、ステージがないからね、じゃあテレビでしっかりとそれを、ね、歌っていただければと思うんですが、はい、前から思うんですが、喋ってる声と歌声と鶴田浩二さんにそっくりだと思うんですよ。前もおっしゃいましたね。言ってたでしょ。でもその時僕指定してしまいましたけど。そうそうそう、いや、そんなことないですよってね。なんかよくよくお聞きしますとね、やっぱ似てらっしゃいますわ。鶴田浩二さんに似てます、うん、顔全然似てないけどね。何やそれ。いや、小谷さんは小谷さんでね、男前でございますけれども。いえ、そんなことはないですけど。さあ、和んだところで番組スタートしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日、男と女、胸にほのかな明かりを灯す。残る女の面影だけが、こんなに突き刺さる俺を本気にさせるやつ。二人の夢がじんと込み上げ、男の胸にそっと寄り添うかぼす
細い肩を何があっても離さない。俺はお前を離さない。傘はいらない心雨。
第8回紅白歌の共演11月28日日曜日 KBS ホールにて開催。お申し込みお問い合わせはニュースメーション075-351-544で351-544でまで。では最後に小谷さんと中さんのデュエット曲を聴いていただきます。蛍草。この曲は小谷さんの新曲のカップリング曲で作詞は中さんです。どうぞ。水面を流れる夜空の星がお前の瞳に映ってる。月のスポットライト踊り明かそう今宵に。笑顔が素敵だよ。夜露に濡れてる番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。